赴任早々産休ってわけにはいかないだろう。子供はもう少し先でもいいんじゃないか。そっか、そうよね。あげようか。あなた、妹の静香のこともあるし、私たちが夫婦なのは生徒たちには内緒にしておきましょうってこないだ話したはずよ。あ、そうだった。じゃあ私先に行ってるわね。ああ、お弁当忘れないでよ、せっかく作ったんだから。わかってるって。じゃあ行ってきます。また後でね。ああ、行ってらっしゃい。体育の授業を担当してもらいます篠原郁美先生です。篠原先生は退職された加納誠先生と大学時代の同級生で、同じ水泳部に所属され良きライバルだったと聞いております。またご自身は平泳ぎで国体候補にもなったことがあるという大変優秀な人物で、我が学園のスポーツ教育の発展に大いに寄与してくれることと期待しております。では篠原先生、生徒たちにご挨拶をお願いします。ただいまご紹介をいただきました篠原郁美です。私のプロフィールについてはおおむね教頭先生からお話があったので、一言だけ皆さんにビシビシ行くわよ。おー、先生最高。もうお姉ちゃんたら。はい、そろそろスタート練習始めるわよ。秋の記録会も近いし、テーマを持って練習してね。ほら静香、あなたも急いで。お姉ちゃん、学校ではちゃんと篠原さんって呼んでよね。ごめん。先生、水泳部の顧問じゃなくてお相手様、水から上がるとこっちの方が重力が重たいんじゃないですか。こら、大人をからかうんじゃありません。あの新任の体育教師、さすが水泳の代表候補になっただけあって、なかなかいい体をしている。誠の大学時代の同級生、してしまえばただのメス豚。そろそろ次のゲームを始めたいと思っていたところだ。お疲れ様です、安野先生。隣いいですか。赤木先生、なかなかの美人の奥さんをお持ちじゃないですか。羨ましい。まさか女房が同じ学校に赴任してくるとは思いませんでしたよ。あ、生徒たちには内緒ですからね。そのために妻には旧姓を名乗らせてるんですから。分かっ、いろいろとコネクションがありましてね。それにしてもあんな魅力的な奥さんがいるのに、こんなもので処理するなんてもったいない。安野先生は独身だからそんな風に言うんですよ。オナニーと夫婦のセックスは別物ですからね。ご覧の通り、彼女真面目で男勝りでしょ。いつだったか何気なくアナルを舐めたらすごい勢いで怒られましたからね。離婚されちゃいますよ。私なら強引にでも縄の味を覚えさせてやりますがね。無理無理、独身男の妄想ですよ。安野先生も結婚すればわかりますって。お互い因があるなんてバレたらえらいことですよ。まあ後で感想でも聞かせてくださいよ。ええ、学校内に同行の師がいて助かります。